はい、こんにちは、編集長マジです。今日はネットフリックスで4月に配信終了してしまう韓国ドラマについて紹介していきますということですね。もう4月に突入しまして、新生活が始まられた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そんな私もですね、まあこの動画以外にもね、インスタとかでお伝えさせていただいたんですけれども、なんとですね、会社員を卒業しました。はい、こちらに関してはインスタだったりノートとかで詳しく語ってるので、あとサブチャンの方で詳しく語っていく予定なので、ぜひご覧ください。そしてサブチャンの方ではですね、今裏側に関することをどんどん投稿しております。私の撮影風景の裏側とかもね、見れるかなと思いますので、そちらもぜひチェックしてください。ということで今日はね、ネットフリックスの配信終了となる韓国ドラマについて語っていきます。今日は6つご紹介予定で、かなりね、皆さんの知ってるドラマも入ってきています。でも急いでっていうものもあるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速どうぞ。はい、ということでネットフリックスのね、配信終了韓国ドラマ、まず一つ目は4月11日に配信が終了となる、いたずらなキスです。パチパチじゃないんだけどね、イタキスがネットフリックスから消えてしまいます。もうイタキスといえばキムヒョンジュンくんだったと思うんですけれども、もう本当にね、普通の明快で俺様なキムヒョンジュンくんが扮する役と、落ちこぼれ女子高生による恋愛ドタバタコメディとなっております。で、もうこれは冷たくされてもめげないっていう JK 役の子が本当にけなげで、胸キュンすること間違いなしでございます。本当に胸キュンです。で、まあ、主演にはですね、まあ、さっきも伝えましたが、花より団子でも花沢類役として脚光を浴びたキムヒョンジュンくんがね、出演されていて、マジかリアル花沢類だなって、もうその当時ずっと思ってたんだけど、このイタキスの役もめちゃめちゃハマり役でツンとしてるんだけど、根は優しいみたいな、おい優しいんかい、そんなんされたらもう惚れてまうやろみたいな役です。本当にね、もうめちゃくちゃもうやばいのよ。でも主人公をこう一途にね、恋する JK の役をチョン・ソミンちゃんが演じてるんですけど、その二人のねカップリングがすごい良くて、でキム・ヨンジュンくんはもう最初から最後までずっとかっこいいんですけど、チョン・ソミンちゃんがどんどん垢抜けていくの、だからそれもめっちゃかっこいいし、私はもう大学生編、高校ってある程度さ規則があったりとかさ、保護者のなんか範囲内で行っていくことが多いけど、大学になったら徐々にね、独り立ちしていく人も増えていくと思うんですけど、大学のキャンパスで繰り広げられるあれこれもめちゃめちゃキュンなので、皆さんちょっと長いかもしれないんだけど、ぜひこの機会に見てください。私もちょっと見返そうかな、でも見返したら止まんなくなりそうだな、どうしようかなっていうのね、今すごい思ってます。ぜひ見てください。それでは2つ目、4月11日に配信が終了するのがクンです。クンがね、いろんなところで配信終了になっている気がして、皆さん早く見てください。本当に4月11日なので、そこまで気にしないんじゃないかなとは思うんですけど、クンはユン・ユネさんだったりチュ・ジフンさんが出演されているドラマになります。で、原作は韓国の、ね、少女コミックになるんですけど、もし韓国に宮廷が残っていたらどういう風になっていただろうかっていうところをですね、題材に話が進められていきます。で、女子高生がですね、突然宮廷から呼び出されるんですね。で、呼び出されて、あなたは明日からプリンセスですみたいなのを急に言われて、えみたいな、で、皇太子と結婚してもらいますみたいな感じになるんですけど、まあそんなありえないけどね、ありえないんだけど、悩んで悩んでその女子高生は結婚決意するわけなんですよ。でも一方皇太子はそれがめっちゃ嫌だみたいな感じになってるんだよね。で、納得しなくって、で、そっから二人の関係はどうなるのとか、本当に王宮入りするのとか、そういうところがもうたまらんくおもろいドラマでございます。で、日本で置き換えたらさ、若干イメージできそうでできないみたいなところもまた面白いポイントでして、とにかくたまらんのを見てもらっていい。本当にまだ見てない方はぜひね、見ていただけたらなと思います。では3つ目は4月26日に配信が終了するのが仮面の王イソンです。これはユースンホさんだったりキムソヒョンちゃんだったり、あとインフィニットのエル君が出演されているドラマになります。で、顔を仮面で隠しながら生きてきた君主がいて、それがイソンって言うんですけど、そのイソンがなぜ仮面をかぶっていたのかっていう、その理由を探るために王宮を飛び出していくんですね。で、まあ、イソンっていうのは
驚異的な敵と出会うことになって、で、まあ、そこからどうなっていくのっていうのが、まあ、主なお話の筋になります。でここはなんかロマンスもありながら、まあ、いろんなね戦いとか背景にまつわるあらゆることがあるので、結構ね最新型というかね新しい形の時代劇なんじゃないかなと思います。で初心者さんでも大丈夫とはちょっと言い難いかなと思いますね。だから初心者さんはまずレンボとかから入った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でも時代劇にしてはそこまで難しくなく入り込めはするドラマなんですけど、まあ、そもそもの時代劇の時代設定というか流れとかいろんなことを知ってからこの作品にチャレンジした方がより楽しめるんじゃないかなって私自身は思っております。でこれもね、あのね、私的にはユスモさんもかっこいいんですけど、エル君がまあかっこいいです。もう本当にね、ミョンス君本当にかっこいいので皆さんぜひご覧ください。では続いて4つ目、4月の27日に配信が終了してしまうのがシグナルです。シグナルはね坂口健太郎さんが主演で、これ配信が日本でもねリメイクされた作品でもあるんですけど、15年前の事件について追っていた刑事に不思議現象が起こっちゃうんですね。でそれは無線機を使って15年前の人と通信することができるようになっちゃったんですよ。でここはめちゃめちゃ不思議じゃないですか。どういうことみたいな、みたいな、15年前みたいな感じになるんですけど、なんかその情報を頼りに事件の解決に迫っていくんですね。でだからそれがシグナル、その15年前の声を聞けるのが、まあ、ヒントっぽい感じなんですけど、がシグナルとして事件の解決のヒントになっていくよっていうお話なんですよ。で韓国版ではですねイジェフンさんが出演されていて、もうこれはまたもう大人気なドラマになりました。もう本当にね韓国ではかなり大人気だった作品になります。日本でもねかなり注目度が高くって期待されていた作品になるんですけど、もしかしたらね日本版も見た方いらっしゃるんじゃないかなと思います。でもうなかなかこうハラハラする場面もありつつ、しっかり事件を追っていくので解決の糸口が見つかった時のスカッと感とか、どう処理したらいいんだろうこの感情はみたいなところもあるんですよ。なのでそういったねドキドキハラハラも楽しんでいただける作品なんじゃないかなと思うので、まあ、サスペンスとかねお好きな方はすごいハマるんじゃないかなと思います。そして5つ目、4月の30日に配信が終了になるのがかくれんぼです。これ私最新じゃないのか、なんか語った記憶があるんだよね、かくれんぼゆりさんのやつ。で最新です、やっと見れますみたいなのをお話しした記憶があるんだけど、最近じゃなかったのかな分からん、半年前だったかもしれないけど、なんか他の作品に比べて入って出る期間がすごい短かったなっていう風に個人的に思ってます。でこれはゆりさんね副受賞ですごくシンドロームというか、もう騙された方も多かったんじゃないでしょうか。もうドロドロでもう苦しいところから這い上がるヒロインを演じさせたら右に出る者は誰もいないっていうのがゆりさんなんですけれども、このゆりさんが、まあ、ある会長のね社長令嬢を今回は演じています。でまあ傍から見ればねめちゃめちゃ羨ましがられるというか憧れの存在なんですよ。なんだけど、まあ、彼女自身実は実後じゃなくって、まあ、養子だったんですね。でそのために必死に努力してこう家族に認めてもらおうっていうところで結果出したりだとかこういろんな努力をねしてきたんだけど、でも家族からしたら認められないっていう存在なんですよ。でそんなある時に彼女はあることのために存在をしていて、危ない危ない言いそうになったあることのためにこう存在をしているんで、なんかそれって何なのかなっていうところに迫っていくのがこのドラマなんですよ。でこのね彼女の周囲の人々の愛憎劇と言いますか、がこういろいろかき乱れていくんですよ。これがまたそういくかみたいなところもあるので、ちょっと皆さんそこにぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、もうこれもねなかなかいい感じのドロドロです。もうドロドロ見たいって方はもう今すぐこれ見てください。4月の30日までなのでまだ間に合うんじゃないかなと思います。では最後ですね、6つ目は4月30日に配信が終了となるここに来て抱きしめてです。でこれはねチャンギヨンさんが出演されているドラマで、ちょっと私もねこれ見たことなくって、あらすじから紹介させていただくんですけど、サイコパスを父に持つ警察官と被害者の娘、お互いに初恋である2人の男女がある事件をきっかけに再会し、お互いの傷と痛みを抱いていく完成ロマンスということで、
あらすじを聞くだけで結構やばそうなやつですね。で、連続殺人犯の息子の苦しみと両親を殺害されてしまった娘の苦しみ。だけど、二人はお互いに気持ちを寄せ合っているっていうところがね、ポイントらしいです。で、もうこういうドラマはさ、もう涙なしでは見れんしさ、もう私絶対こうなるやつや。見るよ、でも見るんだけどみたいないつもなるやつやんなこれっていうことらしいです。私もねちょっとこれ見たことなかったので、駆け込みで新作たちが落ち着いたらちょっと見てみようかなっていうふうに思っております。サスペンス系が今回ねちょっと多かったんですけど、前半にはイタキストくんっていうなかなかね見逃せない作品が配信終了となってしまいますので、皆さんぜひチェックをしてみてくださいということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。皆さんどうでしたか？びっくりされた方もねいらっしゃったと思うんですが、ぜひ感想だったりリクエストはコメント欄で教えてください。そして冒頭にもお伝えしましたが、サブチャンネルが稼働しております。そしてなんとトゥースメディアという記事を通して韓国ドラマや韓国のトレンドを発信しておりますので、そちらの記事もぜひチェックしてください。概要欄にすべて URL ありますので遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョー。